市場の小学校3年生のクラス人数についてなんですけれども、はいはい、市長と直接お話しする機会がないので、うん、次回頂戴いたします、はい、よろしくお願いします、はい、小中学校の学級編成は1学級の、うん、生徒数が40名を下回る基準を定めていますが、はい、現在3年生のクラスは1、2組ともに42名と基準を超えています、うん、はい、その理由は特別支援学級の生徒がクラスの人数に含まれていないからです。そうです。ちなみに現在支援学級の児童は3年生だけで8名います、うん、支援学級の生徒は全ての教科において別クラスで授業を受けているのではないし、うん、みんなと同じクラスで学びたいと希望している児童や保護者も多数います。そうです。でこれは今振って湧いた話ではなくて、ずっとそうですね、2017年の春頃から、はい、3年生が3クラスから2クラスに編成されるということを噂で聞いて、うんうん、はい、市場縄手市発達障害親の会代表とともに、うん、学校や市教育委員会に何度も相談をお願いに行きました、はい、うん、がやはり国の法令や府の政策、うん、予算の関係や人員の確保の問題もあり、うん、すぐの解決は難しいと、議題にも挙げていただきましたが、実現は早くて3年後と向けて、取り組むということでした、はい、でちなみに1年生は、うん、市場縄手小学校ですね、うん、1年生2クラスの36名、うん、2年生3クラスの32名、うん、4年生32名2クラス、うん、31名の1クラス、うん、計3クラス、うん、5年生31名2クラス、30名1クラスの計3クラス、うん、6年生29名、28名の計3、2クラス、これは、支援学級を含んだクラスの人数です、はい、で同じ学校なのに、うん、同じ環境で学習できないというのはかなり問題だと思います、うん、で担任の負担も多くて子どもも保護者も相談の場の口がないという状況です、うん、で私たち待ってる状態なんですけど、うん、2、3年後はもう絶対待てません、うん、で一刻も早く解決してもらいたいし、うん、普通級と支援級のダブルカウントすれば問題解決になって3クラスになれるっていうのも、うん、分かってる状態です、うん、で大阪府教育委員会から、少人数学級編成に関わる研究で少人数制の効果の検証結果も出ています、うんうん、でつまり逆を言えば、大人数ではデメリットが生じるということです、うんうんうん、で学力向上に向けて子育て支援政策などの市長の施策に相反することではないかなと思ってますので、早急に取り組んでいただきたいなと思ってます、はいはいはい、ご意見ありがとうございます。もう本当におっしゃっていただいた通り、今のご意見は今始まったことではなくて長い歴史があるものです。でこの中で今の話がどういうことやろうっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ大原則としてご理解いただきたいのは、教職員の先生というのは市の職員ではなくて府の職員さんなんですね。でこれは何でかというと、市によって財政力というのがまちまちなので、市で先生雇い始めると、簡単に言ったら豊かな市はいい先生を確保できて、そうじゃない市はそうじゃなくなるとなると、市横の市とって全然違うってなってくるんですね。やっぱりそれは不公平だというので、大阪府という大きい括りで先生を採用して、まあ、配分をしていると。これは警察もそうなんですけれども、まず警察や教育っていうのはそういう、まあ、なるべく平等になるようにというような方針で、採用されています。なので市独自で、どうこうというところではなくてですね、やっぱりおっしゃっていただいた通り、国とか、まあ、府の関係でもかなり厳密に決まっていて、何人から何人やったら、まあ、まず校長が必要ですよね。で教頭と、まあ、養護教員の先生とか、まあ、いて、で学年が40人クラスまでで1人と。で支援学級の場合は加配っていうのがあって、それでプラスで先生いただいているので、実は少ないというよりはですね、他の学校に比べたら多い先生を、まあ、もらうことにはなるんですけどね、支援学級があるということは。でその加配をいただいてというような状況になります。ただしそういう支援学級の関係で先生をプラスしてるっていうことになるので、40人の中に40を超えて支援学級在籍の児童生徒がいらっしゃる場合は41とか42と、定員が40より上になるというような状況になってます。もうこれはおっしゃっていただいた通り、結構制度上の問題なんですね。で我々としても、まあ、一都市大阪府、市として何もしてないわけじゃなくて、府で国に対してはこれは、まあ、
方向性としてはやっぱり40人クラスっていうの以下、40人以下がいいという、まあ、保護者の方もたくさんいらっしゃいますので、それはそれで訴えさせていただいています。でただ市独自でってなってくると、これは非常に話が実は変わってきます。どういうことかっていうと、市で先生を雇うということもじゃあできるだろうという話ですよね。お金さえ出せばできます。でこれはあの非常に難しくてですね、お伝えしづらいところなんですけど、市独自で雇う先生ってどういうふうになるかっていうと、今先生じゃない先生ってことなんですね。で大阪府の試験では要は先生に、まあ、なることがまあ難しかったというか、で今は先生をやっていなくて、で教職復帰っていうのを普通に大阪府の先生としてやれる、やったらいいんですけれども、市場のあて市独自でそこに先生になろうっていうっていうことはなかなかそのなんて言うんでしょうね、難しいと言いますか。で都市によって42になるか40になるか変わるわけですけれども、要はその定数を超えてならない都市があっても、市としてはその先生貼り付ける場所ないけどもずっとその先生をまあ雇うっていうことになったりもするんですね。で研修当然プログラムっていうのを組まないといけないですけれども、大阪府の先生だったら大阪府の研修とかに通えるわけですけど、市で例えば市独自の、例えばそれが1人であっても2人であってもじゃあ研修プログラムっていうのをやっていかないといけないとかっていうところであって、市独自の先生っていうところを雇えないわけじゃないんですけど、雇うことによって起こるリスクっていうところと、子どもたちのその教育環境の改善っていうところを考えた場合、教育委員会はやりたくないわけじゃなくて、どちらがいいかと考えたら、でこれかかってくるのは軽く年間億超えます。でほんまにやろうと思ったら、その億っていう単位をそういうの先生に配置っていうのをしていくのか、やっぱり別の部分で、子どもたちに投資していく方がいいのかということを考えた場合に選択しづらいと。なんでこれは我々としてももう府と国に言い続けるしかないというのがやっぱり、考えであって、それは私もその通りだというふうに思います。やっぱり独自で先生を雇うリスクっていうのはこれは非常に大きいです。中の形で先生に慣れてない先生を市として雇うということになります。いや当然いい先生もいると思いますよ。ただやっぱりそこは難しいというのはあります。で一部豊かな町というか市は独自採用してます。で、あるいは政令市、政令市ってある大きい市、大阪市とかはお金あるんで堺市とかね、あれは市で先生雇うことができます。あと箕面市とかね。ただ多くの市町村では基本的には自前で先生を雇うということは非常に壁が高いというような状況になります。ただやっぱりいないわけじゃなくて、下輩の先生っていうのは当然いるというところで、で大阪府としてもですね、ご案内の通りだと思いますけど、小学1年生がね35定員で、府独自で小学校2年生までは35人学級にするために府としてはお金入れてるので、まあこれ以上っていうのは、まあ、すぐには難しいというような大阪府の見解というのは聞いてますけども、これも制度が変わらない限りは市として何らかをするっていうのは現時点では非常に難しいかなというふうには思っています。まあ、逆もあります。多すぎるというような、まあこれね、いや昔と今と環境が違うと言われてしまったあれなんですけれども、まあ今やっぱり支援学級のに在籍している子どもたちっていうのはまあ増えてきているというのは現実です。でやっぱり我々としてもそれをどういうふうに対応していくっていうのはやっぱり真摯に考えないといけないですし、やっぱりおそらくこちらにいらっしゃる皆様方60人学級で授業を受けてらっしゃったので、それからすると今35、40というのは、まあ、だいぶ減ってはきてるというような状況にはなります。その代わり我々としては支援員の先生とか、要は担任にはなれないけれども、学校支援員さんであったりとかっていう先生、これは独自で雇ってるんです。で雇ってなるべく配置するようにはしてます。なんでその担任級の方を雇うっていうのリスクはやっぱ大きいので、なるべく手伝ってもらえるような支援員さんであったりというのを確保するっていうところで、我々としては何とか対応させていただきたいな。
で当然逆もあって、要は20人ぐらいしかいない学級っていうのもいいっていう方もいたら、やっぱり切磋琢磨がなくて、親御さんによってはやっぱり小規模を化している状態では、例えばまあもう本当に運動会とか午前中で終わってしまう学校もありますので、やっぱりそれもそれでいてどうなんだというようなご意見いただくこともあるので、うちの市の教育委員会としては市全体のね、おっしゃっていただいたように違いがないようにしていくというのは進めてますけれども、来年にじゃあ全部学年同じクラスで同じ学年数にできるかというと、まあそれ現実的には難しいので、やっぱり加配の考え方、ダブルカウントの考えについてはもう国や府に我々も誠心誠意要求し続ける。正しい支援員さんとかを配置して運用ができるようにする。で我々としては今小規模校化しているところを解消していって、なるべく市内全体の学校の教育環境が同じになるようにしていく、まあ、もうこれがまあ我々としてできる限界かなというふうに思っています、うん、僕も納得いかないです、はい、いますよね、うん、じゃあまあ、グレーゾーンと言われる子とか、うん、障害によっては違うじゃないですか、うん、その子たちはあんまり見てもらえなくなっちゃったりするんですね、うん、でやっぱりその子が大きな声を出したりしたら、うん、やっぱり学級の環境も乱れてくるし、うん、先生も、うん、宿題を確認するっていう作業もできない、40名超えたら確認できないんですよ。だからね、生徒に反抗をさせて宿題を確認してるから、本当に保護者って全然先生に相談する窓口もないんです、うん、いやそれを3年も4年も待たされたら、うん、まあ、引っ越ししかないのかなとは思います、うん、申し訳ないですけども、今で教育のことは、まあ、教育委員会としても国全体でも考え方としてはインクルーシブ教育って、まあ、横文字ややこしいんですけども、インクルーシブ教育という考え方で、やっぱりそういう、まあ、今お言葉使われましたけど、グレーゾーンのお子さんであったりとか障害を持たれているお子さんもやっぱり一体となって教育 していこうと。なんでその、まあ、たとえ、まあ、大きな声を出されるとあっても、それは我々として教育環境が悪くなっているというふうに捉えているのではないんですね。そういうふうに思われる方がいるということも、まあ、我々としてはやっぱりもう少し啓発を促していかないといけないと思うんですけど、そういう方も含めて同じ学級としてやっぱり子どもたちには育ってほしいと。はい、はい、混ざってるからダメってわけじゃなくて、取られてる人がね、どうしても取られるので、その支援員の人ですか、うん、っていうのがあんまり意味なしてないんじゃないですかっていう話です、うん、おっしゃる通りですね。だから話戻ってるんですよ、うん、はい、で、まあ、3年後に施策を打たれるってことですけど、具体的にどういう施策なんですかね。その3年後の施策っていうのは、わかりました。大前提として、市役所と議会というのは全く別組織であって、市でやっていることと、まあ、議会の皆さんが言われているというところは、まあ、それ個人の、関係だと思うので、我々としてその3年後かどうかっていうのは全く申し訳ないです。市としては現実ありがとう、市としては考えてないと。で、うん、僕もいいとは思ってないんです、いいとは思ってないんです。だからこそ府にも言っていってますし、大阪府の職員に対してね、そういう声がたくさんあるんだと。僕も年間何回もご意見聞いてますし、分かってないわけじゃなくて、だそれ伝えていくっていうことをするっていうことが限界でね、例えばどういうことをしていったらで、こういうことで解決できるんじゃないかってありますか。今算数とかは少人数で分かれてっていうことなんですけど、1クラス40人以上であれば、少人数で分かれても
大人数なんですね。わかります。20何名が分かれて、うんうん、あの少人数、うん、あので学習するっていう感じなんですけど、うん、それを3つに分けるだとか、あの使われてない教室をもう少しなんか活用してだとか、うんうんうん、っていうのを学校にも言ってるんですけど、うん、もう一つ運動っていうか活動してないなっていうのも、活動っていうのは、活動っていうか私たちが思っているような、学校も考えていただいてないのかなと思う、うん、もう単純に先生の数の問題やと思うんですよね。そうそう、先生がいたら当然やりますもんね。そうそう、お金がないんではないです。お金はあのそうではなくて、大阪府の先生と同じ基準の先生の方をどこから見つけてくるかっていう話なんです。例えば、まあ、いいアイデアがあったらむしろ我々は教えていただきたいというような状況です。片野市はなんか実施されてるみたいで、うん、35人学級を実施されてるみたいなんですけど、うん、まあ、片野ってそんなに財政が良くないとも聞くんですけど、やっぱりその市長がおっしゃった、うん、あの市で採用されてということなんですかね。うん、まあ、あの僕も完全に他市のことを正確に全て把握してるわけじゃないので、まあ市場の当てとしては1学年目2学年目までは35やという現状やと思うんですけれども、でここから新しく先生をっていうところはもう質としては担保しづらいっていうところがあるのと、あの、ま、公務員になるので地域、公務員って地域手当っていうのがあるんですけど、まあ、公務員であの働かれた方やったら知ってるかもしれないんですけど、あの大体全国一律で給料を定められているので、あの東京とですね、例えば、地方で同じ給料やとやっていけないので、あの補正がかかるんです。で東京23区内に住んでたら、あの負荷プラス 20% お給料もらえるとかね。で大阪市内やったら 16% 負荷されるとかで、市場なんてはこれが 6% なんです。で実は心当たりで一番低いんです。ということは一番あの競争力がないんです。同じ給料設定しても給料差っていうのがこれ累積すると結構、でこれ構造的な課題なんですね。これ国から決められていることなん で我々も今全力にこの差別的なね給料減少ないわけです。同じ給料設定してても低く払われるわけですね、我々の市の職員って教員も含んで。なのでこの是正をしてほしいとかね、これはやってるんです。で大阪府に対しても35、まあ、ダブルカウントやめるっていう方向にはお願いしてますし、でこの構造的環境を直さない限り市場なって市場としてやっていくっていうのはこれ難しいという、そのできないというよりはあの非常に確保するのが難しいという状況にあるという。わかりました。まあ、構造的な問題で府とか絡んできて難しいっていうのはよくわかりました。ただ、まあ、我々からすると他の市ではなんかできてるらしいという情報も聞きますし、うん、まあ、仮にその府まで動かさないといけない、うん、まあ、構造的な問題なのであれば、うん、まあ、今あるリソースでしっかりできるような方法っていうのも考えていただきたい。おっしゃるとおり。で我々としてもそういうものがあれば、うん、またこういった機会であの提案させていただきますの、うん、ますので、あのまたあの今後も引き続きですね、はい、検討の方やっていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。ずっとやってるのはあの先生方が子どもに向き合う時間を増やさないといけないので、先生方 その今昔の先生と比べて作業量というか事務量がすごく増えていて、子どもに向き合う時間がすごく減ってるんですね。それをこう変えていかないとダメなので、先生たちのまあ働き方っていうのを変えていかないといけないと。で効率化できるように、まあ我々がお金をかけて時間短縮できる作業があるんだったらシステムだったりね入れていかないといけない、あるいは新鋭員の先生を足していかないといけない。このあたりには実はすごくお金使わせてもらってるんです。先生たちが40人が42人になったとしてもなるべく向き合える時間を作るために作業量が減らせるような投資、これは当然してます。だからできる範囲の投資っていうのは特に今年は多くやらせていただいてるつもりなんです。で、はい、まあ、ちょっと時間もないんですけど、まあ、結局発端としては、うん、まあ、サービスが落ちてるっていうのが感じられるみたいなんです、うん、ちょっと我々のあのこうじゃないんですけどね、3年生、まあ、その人数が多くなっていることによって、
まあ、その結局宿題のチェックとかって本来先生がやるべきところを自分たちでさせていると、うん、これって3クラスの時はこんなんなかったよねと、うん、いうことで、まあ、結局教師の質の話かもしれないんですけども、うん、まあ、そういったところの、まあ、質向上っていうのもやっぱり必要なのかなと。おっしゃる通りだと思います。はい、そこはぜひとも、まあ、すぐにでも取り、私の高等の3年生に行けるんですけどね、3年生というかダブルカウントを上の子も支援学級にも入っていて、その時に、まあ、地位の方にも相談させていただきましたし、学校の方にも相談させてもらった時に、そのクラスでカウントされてないっていうことをまず言われてなかったんです、うん、だからクラスの一員として、で5年生の子はその支援学級に降りることもなくクラスでずっと授業を受けてるんですけど、で今の3年生が2年生の終わりらへんに言うたら2クラスになるっていう時に、なんでってなったら、クラスの一員としてカウントされてないからっていうことで初めて知ったんです。何て言ったらいいんですかね、クラスの中に入ってもらってるんで、ね、一員ではありますよ、もちろん。そう、でも、うん、そのクラスの、うん、書面上って言ったらいいんですかね、なんか言うたら若葉学級の方に入ってるって、だからクラスの人数には達してないから結局は普段クラスになったわけじゃないですか、言うたらね。で、まあ、これは学校の方にも文句があるわけなんですけど、まあ、自分のクラスの担任の先生は悪い先生ではないんですけれども、42人のクラスで今まで教壇に立ったことがないっていう先生が担任なんです。で、一生懸命してくれはるのはよくわかってるんですけど、やっぱり先生自体のキャパがもうパンパンで疲れ切ってるって、学校自身も安心してください、安心してください、大丈夫です大丈夫ですって言ってたのに、蓋開けてしまったら何これっていうような現実が待ってたって言ったらいいんですかね、まあ、それすごくショックだったっていう。もう本当にその先生だけじゃなくて、まあ、どの市のどの学校の先生もなかなか疲弊はしてるという状況にあるんですね。やっぱりそれ42人を見てる先生だけじゃなくて、やっぱり40人のお子さんを見てる先生も苦しいでしょうし、でじゃあ20人30人のところっていうのは楽なんかというとそうではなくて、20人しかいない学級ということは隣のクラスがないということなので、学年全体を一人の先生で見ないといけないっていう苦しさもあるんですね。40人何人になってるとってことは、幸いにも学年に複数の先生が逆に言うといるという状況ではあるわけです。隣のクラスがあったりもする可能性があるんでね。で、なのでその一概に、まあ、確かに大変やと思うんですけども、まあ、今いろんな先生が苦悩を抱えているところなんで、それをなんとか市としてできる範囲で、取り除いていくというのは、これはね、教育委員会がやりたいとずっと言っているので、我々市としてもなるべく予算というのは割いているというような状況にあります。ただ構造的問題を変えていくには、もう府と国に訴えていくしかないので、これはもう引き続き私の方からも、また1ヶ月後ぐらいにですね、この担当と府の担当の方とお会いすることもあるので、まあ、しっかりと言わせていただきたいなとは思います。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。こんな機会なかなかないですよ、ね、どんな些細なことでも大丈夫です。結構多いのは、あそこの木が邪魔とかね、結構いただきますね。道ボコボコとかね、あそこがとか、そういうことが多いかな。あと何があるかな、まあ、でもやっぱり道路樹木多いですね。はい、全然、はい、もし他の方がいなかったらと思うんですけど、大丈夫ですか。
いいですか、はい、木が、まあ、あるじゃないですか、で持ち物、まあ、東中野の話じゃないんですけども言うたら木があります、でその木に、まあ、札がついてて、うん、あの持ち主、ここの土地の持ち主の方は、はあのこの木が危ないので切るようにお願いしますっていうふうに、ユダはずっと、張り紙って言ってないんですかね、はい、紙がぶら下がってる状態なんですけど、それがあのいついつまで切ってもらわれなかったら、地位の方で処分しますって書いてあったんですけど、まあその木は期限が過ぎても切られることもないですし、持ち主はまあ誰かもわからないんですけど、調べて切らせるっていうふうなことはできないですか、調べることができたら、あの直接電話なり家に行ったりはしてます、必ず。特にゴミとかの、もしこんなそこまでやるんかと思われるかもしれないですけど、ゴミの不法投棄があったら申し訳ないです、職員中あさって本人探してまでちゃんと捨ててくださいって持って行ってるぐらい、我々は結構あの申し訳ないです、あの言ってしまえばあの個人情報持ってますんでね、あのダメなことしてる方には分かれば言ってます。で切るっていうのもこれ実は非常に難しくて、この日本という国がすごいのは個人財産に対する権利がすごく認められてて、ね、中国とかやったら全然多分気にならないことだと思います。日本で人が持ってる財産を行政が勝手に撤去するっていうことはもうこれはめちゃくちゃ難しいですし、有財産は本当に守られてます。なんで警告として書いてあっても本当に切って裁判されたら確実に負けるのは死ですので、なかなかだってね、それを乱用し始めたらお宅の家ちょっと邪魔なんでどけますわっていうのができるっていうことになるんでね、なんで市として撤去とか切っていくっていうのをこうスイスイはできないと、で見つかるんだったら指導には行ってると、で繰り返しは言ってるというような状況にはあります。ただあのなかなか頑固な方も世の中たくさんいらっしゃってですね、何度言ってもっていう方もいるっていうのもご理解いただけたら嬉しいなと思います。あれで市の大事なお金を言うたら使われて、もう基本は本人に、いやもう基本は本人に切ってもらいます、ね、そうそう、市はやらないです、基本は市が切ってくれたら楽やからほっとこうっていう思いの人なんかなって、逆に言うとその紙を見てしまって放置してるって言ってなったら、あのただあのね、道路とかにはみ出てたらあの道路の管理の責任というのは市なんですよ。で車とかに当たってしまって安全が保てないとなれば道路責任者として切るっていうことは起きるんですね、安全が確保できないから。ただしそのただ生えてるとかいうので市として、税金使って切っていくっていうのは基本的にはないです。はい、はい、はい、手垢ごけ雲がちょこちょこ出てるっていう、毎年ビラ出てますもんね、はい、で市役所に言うと、まあ各自でしてくださいっていうこと言われるんですけど、はい、それを結構みんな知らないんで、どう対応していいかがわからないっていう。なるほどなるほど。そのたびにやっぱ市役所電話してっていう。確かにね、もう僕が小学生ぐらいの時に最初に聞いたんで、もう20年ぐらいになるかなと思うんですけど、セアカゴクムって多分毎年ちょっとなんか出てますっていう。で基本的には多分駆逐することができないから、まあ、できてないと思うんですけれども、そうですね、まああれビラとかよくね貼ってたりとか、まあ、テレビでちょいちょい流れてたりはするんですけれども、ちょっと一回持ち帰らせてもらって、まあ、あり得るとしたら、まあ、広報誌に対応策を載せてみるとかっていうのはあり得るか、まあそうですね、まあまあまあ触らないというのが多分大原則だと思うんですけど、みんな知らないから結局開けてる、市役所に電話する、じゃあ各自で来てくださいって言われる、どうするみたいな、なんかそういうふうなのを結構2件ぐらい聞いたから、結構子供たちがねやっぱ草で遊んで、もちろんもちろん、どうしたらいいかなとかって、駆除っていうことですよね。駆除もだし、もし万が一そうなった時に、ね、噛まれたりとか。確かに僕もちょっとセアカゴケムモが見つかった時の対応フローはちょっとわからないので、またちょっと確認させてもらえたらなというふうに思います。でまたあの必ずここに掲載させていただくか何らかの形でお伝えさせてください。確かに、ね、それはおっしゃる通り結構あります、あのイノシシとかね、
有害鳥獣って言われるものは結構あるんですけれども、基本的には生命体をあんまりこう死が殺イノシシとか危なくても殺したりできないとかってあったりするので、いろんななんか法とかルールはあったりするので、あとちょっと確認させてください。ありがとうございます。その他いかがでしょう。はい、今日は、ね、部長、はい、ここの公園の西側の通路があります、うん、で竹やぶのところをその交番とのそこの細い道ですよね、はい、で工事終わってですね、うんうん、水がたまるんですよね、通路。ああ、そうか、竹やぶがなくなったから、はい、まあ、工事がちょっとね、はー、なるほど、角の締まりがちょっと悪いと思うんですけど、それはよくダメですね。わかりました。ちょっと建設には言うてない、あんまですか。僕からも確認しておきます、今ね、うん、ちょっとあちこち多いんで、そうですね、ちょっと待ってください、って言われて、ちょっと今はね、本当に災害対応で、はい、すぐにはちょっと難しいんですけれども、確認は私からもしておきます。そんなにね、手間かかる問題じゃないと思います、うん、ちょっと、はい、通路ね、たくさん通ります。今ほぼ全職員が災害対応に付きっきりになってますんで、はい、実はいろんな案件が止まってるというのはあるんですけれども、申し訳ないです。ただ出来次第確認させてもらえればと思います。帰りちょっと見てもらって、はい、もう私は結構たまに通勤でも通ってる道ですので、はい、だいたい2ルートぐらいで行ってるんですね、はい、はい、よろしく、はい、はい、昨日のことなんですけど、はい、ここで言っていいかなっていう感じなんですけど、全然大丈夫です、はい、マンションなんですけど、うん、突然警察の方が来られたんですけど、うん、ね、ちょっとすいませんって、団子室の何さんですかって言われたんですね、はい、で、何者の柄ですって言ったんですけど、うん、いや、警察の方は絶対警察の方なんですけど、うん、見せて、いや、別にいや、もう本当に突然だったので、じゃ警察の方必ず出すと思うんですけど、いや、制服じゃないってことだよね。制服でしょ、制服は制服なんです。制服やったら多分出しますよね、普通は。最初に出してません、大体。前もまあ、一回あったんで、ピンポン押して、この中にあるの気をつけてくださいっていうのもあったんで、それは別に聞くだけだったのかな。帰ってくるときに廊下のところで止められて、ファイルを出してきて、パラパラっとめくって、これちょっと今みんなにお渡しして回ってるんですけどって言って、カードを、カードを災害の時、災害の時の多分連絡がいるので、うん、住所とかないとご家族の借りてくださいって。うん、いや、それ、いや、詐欺、絶対警察じゃないと思うんです、はい、もうね、確認したんですね、はい、確認をしたんです、警察でした、やってますって言わはったんですけど、いやー、言ったんですけど、怪しいな、それは。ちょっと申し訳ないです、警察行政は市では担当してないので、うちの担当からまた警察には危機管理課っていうのはあるので、はい、市場マーケには、市場マーケ警察には確認してやってますって言って、ほんならその趣旨は何ですかって言って、やっぱり犯罪とか何かあったりとかした時の連絡をするのに役立てるためにやっとくっていう感じで、ちょっと今ちょっと持ってきてるんですけど、見せてもらっていいですか。あ、これやってますっていうか、やってますとは言わない、本物っぽいですね、本物っぽいですね。これってお借りし、あ、そうか、でももらっちゃったから、はい、お借りしていいですか。はい、その場で書いてください。その場で書いてください。これコピーって、はい、このコピーからします。その場で書いてくださいって言われたんです。すぐ書いてくださいって。で、ちょっとすぐ来ますので書いてくださいって言われたんですね。で、もう一人の方も新しい人も言われた。それは5分10分も経たないうちにピンポンになって、ちょっと
と今忙しいからまた今度見せてくださいって言って断ったけど、ちょっと怪しくないっていう話になったんですけど、結局はまあやってるっていうことにはなったんですよね。なってるみたいなんですけど、例えば可能性としてはね、警察がそういうのをやってると聞いて別の人がやるってこともできるじゃないですか。そうなんですよ。ですよね。個人情報なんで、はい、いや警察がやってるにしてもやっぱりあの回覧板とかこういうふうに趣旨でやりますよっていうふうに前もって連絡が来ない限り、まあ、せめてこの市の広報でこういうのが行われますとかね、うん、私も見てないのかなとかいうのがあったんで、皆さんどうなんだろう。区長ってお話って聞いてはります？それああそれちょっと聞いてない、まあ、せめて区長には話しますよね普通は、うん、あそうですか。あそうですか。私がそういうような過去に登録したのを持ってきて、これに おかわりはないですかいう確認にはきました。あもし、うん、あそれでもちょっとやり方の改善は申し述べた方がいいですね。制服でしたからね。そういうことですね、はい、今だから詐欺とかもありますし、個人情報もやっぱ厳しいので、そうですよね。やっぱりあの何らかの形で、うん、あの回覧とか回していただかないと、そうですね、前から皆さんどうなのかなと思って。ありがとうございます。それいいことを聞かせてもらいました。あのちょっとあの一回もあのすぐ持ち帰らせてもらって、ちょっと警察にですね、あの非常に不安がられてる市民の方多いというところでちょっと伝えさせてもらって、ちょっと何らかの改善を促したいなと、はい、思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと時間過ぎてますけど、せっかくなんでもうこれ困難はどうやとかってあればいただきたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。そんな全然どんなことでも、はい、大丈夫ですか。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと役所でも確認します。一応この原本お預かりしてもいいですか、うん、いいですか、お借りしますね、はい、あ、そうか、じゃあ原本を渡した方がいい。まあいいですか。いいですか。そうですね。はい。今度ね、18日に、回るんですね。うん。18にね、はい。ここね、はい。松屋か。松屋。うん。まあ、あのおそらく回ってくれる方と担当がもしかしたら違うかもしれないんでね、あれかもしれないですけどちょっと確認、はい、させてください。ありがとう。その他 いかがでしょうか。大丈夫ですかね。よろしいですかね。すいません、もともとすいません6月に計画してたんですけど、まあ、再開等々あって9月になってしまって、で今区長にもお願いさせていただいてるんですけど、また11に本当は春にやって、秋にやってっていう2回ぐらいやらせていただけて、なかなか最初にご質問いただけた方のことに対してもですね、もう我々としてもまあじくじたる思いはあるわけですけれども、できる範囲のことで当然やらせていただきたいと思ってますし、簡単なというかすぐできるものであったりしたら、また反映させていただいて皆様にお伝えしていきながら、ご意見をどういうふうに改善されていったのかっていうのをできるものから順次改善させていただきたいと思っています。また秋頃11、12月頃を開催させていただきたいなと思っていますので、今日は言えなかったけれども、また何か新しいことあったなとかいうことがあったら、ぜひぜひご意見いただいて、で少しずつ市政に反映させていって、住みよい街づくりにしていけたらと思っておりますので、またご参加いただけたら嬉しいなというふうに思います。本日はお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました。